さちです。こんにちは。今日のテーマは視聴者さんからいただいたご質問にお答えしようと思います。視聴者さんからいただいているご質問なんですけど、女性を中で絶頂に導くためにはどうしたらいいのかということで、これはまずこの視聴者さんが、まず達成したいと思っているのが、その挿入中ではなく、前戯でですね、前戯で女性を中で気持ちよくさせてあげたいということだったので、女性を中で気持ちよくさせてあげたいなという気持ちが、強い方はぜひ、動画を最後までご覧いただければと思います。男性の方でも女性の方でも、もっとね、前戯の時に、Cスポットとかだけじゃなくて中でももっと気持ちよくなりたいなと思っている方で、そういった女性にも参考になると思いますので、ぜひ動画の方をご覧ください。ということで早速お話ししていこうと思うんですが、そうだ、その、じゃあ本題ね、そうそう、その中で女性を気持ちよくさせる方法なんですけど、これね、私もね、すごい思ってて、のね、なんか男性ってさ、女性をやっぱ一番気持ちよくさせれるとこって Cスポットだと思うんですよ。で、確かに女性も Cスポットが一番快感を得やすい場所ではあるんですよね。ま、人によって違うんだけど、一番女性で Cスポットが快感を得やすいですっていう人が多いっていうポイントが Cスポットなんですよ。で、その Cスポットを男性が刺激しているときに、もちろん気持ちいいんだよ、Cスポットは。気持ちがいいし、女性が絶頂を迎えやすい場所ではあるんだけど、そこだけだと、まあ、気持ちいいんだけど、もう一押ししてほしいことがあって、それが Cスポットを刺激するんでは、するだけじゃなくて、その時に、その下、膣内にぜひ、ちょっと指を入れてみるとかしてみてください。そうすることで、中でも気持ちよくなれるの。だから Cスポットだけで気持ちよくなって絶頂を迎えるっていうパターンではなく、Cスポットも気持ちいいんだけど、中にちょっと刺激を加えることで中も気持ちよくなれちゃうっていうね、このね、ことをあんまりこう、まあ分かってない男性が多いのかなと思って、どうしてもみんな Cスポットだけに集中しちゃうんだけど、その膣内もちょっと刺激してみてください。で、急に指とかなんかアイテムをガンって入れると痛かったりするから、まあちょっと Cスポット刺激して、潤ってきたなっていうタイミングで少しずつ指を入れるとか、そうするともうね、本当に気持ちいいよ。本当に気持ちよくなれるので、ぜひ男性の方は、舐めてる時でも、指で刺激している時でも、ぜひ Cスポットだけじゃなくて、その下、Cスポットがあったら、その下の膣内にも、まあ、ちょっと指を入れてみるとかして、膣内もぜひ一緒に刺激してみてください。だから、膣内だけを今まで刺激してたよっていう人は、Cスポットと同時に、でもいいし、Cスポットだけをやってたなっていう方は、膣内にも指を入れてみるっていう、このね、同時がやっぱすごく気持ちよかったりするので、女性がね、その中の快感も得られるっていう、すごく気持ちがいい行為なので、ぜひね、どっちか片方だけじゃなくて、両方っていうことを意識して、女性を刺激してあげてほしいなと思います。で、女性の方は、ぜひ、ちょっとCスポットだけじゃまだ足りないな、もっと気持ちよくなりたいなとか思う方は、パートナーに、ちょっと指も入れてみてとか、リクエストしてみてください。本当にね、こっちの方が気持ちいいし、それで、中行きってこういう感覚なんだっていうのが分かったっていう女性のご意見も聞いたりするので、ぜひ、試してみてください。ということで今日は以上になります。評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。